リック・スミッツはオランダのアイントホーフェン出身の元バスケットボール選手。アメリカ男子プロバスケットリーグ NBA のインディアナペーサーズで1988年から引退する2000年までの12年間をプレーした。身長224センチメートル、体重110キログラム。ポジションはセンター。ニックネームはダンキンダッチマン。ニューヨーク州ポキプシーにある マリスト大学から1988年の NBA ドラフトにおいて全体2位でインディアナペーサーズより指名を受けプロ入りした。ルーキーイヤーはスティーブ・スティパノビッチの控えとしてベンチ入りしていたがスティパノビッチ突然の故障により引退を余儀なくされたため急遽71試合に先発出場し11.7得点6.1リバウンドを上げ オールルーキーファーストチームに選出された。その後、引退まで、毎シーズン2桁得点を記録している。リバウンドや、ブロックショットは、センターとして特筆すべきものではないが、持ち前の柔らかなシュートで、チームの人気者の一人となった。1990年代に入り、ペーサーズには、レジー・ミラーを中心に、優秀な選手が集まり、スミッツは、不動のセンターとして、チームに貢献。 1995年のオーランドマジックとのプレイオフ第4戦では残り時間1.3秒でインバウンズパスを受けるとトリーロリンズをフェイクでかわしてブザービー,イーターを決めた。1998年のプレイオフでは気合の表れとして彼を含めチーム全員がスキンヘッドしたがひときわ肌の色が白いスミッツだけはあまり似合っていないと言われていた。 1998年には NBA オールスターゲームに選出され10得点、7リバウンド、4アシストを記録した。また2000年にはチーム史上初の NBA ファイナルに進出した。スミッツは足に長年にわたって慢性的な故障を抱えており、優勝を逃したこの年に現役を引退した。その後ファン投票によるペーザーズ40周年記念チームに選出され、 レジー・ミラー、メル・ダニエルズ、ジャーメイン・オニールに次いで4番目に票を獲得した。パトリック・ユーイング、アキーム、オラ・ジュアン、デビット・ロビンソン、シャキール・オニール、リケンベ・ベム・トンボ、アルビダス・サボニスなど、有能なビュックセンターが多かった1990年代の NBA の中においても224センチメートルのスミッツは、ひときわ高く、相手センターは、 彼の高さ対策に少なからず手を焼いた。特にそのサイズに見合わないほどの柔らかなタッチのフックショットや中間距離からのシュートに長けていた。フリースローも80%近い数字を残している。一方、センターとしては体の線が細く、身長の割にはリバウンド争いはあまり得意とはしていなかった。その長身によりジャンプをせずともダンクが可能である。また、 フリースローを投じる前に必ず3回ボールを床に作るルーティーンが印象的であった。ありがとうございます。